どうも皆さん、こんにちは。今日も元気に俳句金タウンホール12がやってきて、今月もチャリ生活待ったなし、クラクラチャンネルのケースケです。ブーということでね、もう視聴者様からの圧というかリクエストがすごくて、ケースケさん、もちろん俳句金動画出しますよねってね、リクエストたくさんいただいたので、今回はですね、俳句金動画お送りしていきます。で、今日は何をやるかと言いますと、まあね、昨日、ハルパパさんとドズーさんが、ライトニングドラゴンラッシュの動画出してましたよね。で、まあね、ハルパパさんも、廃課金してたんですが、タウンホール12になると、なんとね、ライトニングドラゴン追加だけではなくて、キャンプの新レベルもやってくるし、あとはね、そうですね、ラボですね、ライトニングドラゴンのレベル上げられるのと、あとはね、クローンの、クローンが強化されたんですよ。今までは、クローンですね、4枠で、で、かつ40枠まで増やせたんですが、はい、クローンの枠、収容スペースがなんと3枠に減りました。で、そしてですね、まあ、クローンのね、能力自体はね、30枠までしかコピーしないっていう感じなんですが、これのね、結構強化だと思ってて、なんとクローンね、3発も持っていけるんですね。なので今回はですね、キャンプを廃課金して、かつライトニングドラゴンのレベルをね、廃課金で上げて、で、それをね、クローンで増やしていく、ライトニングドラゴンラッシュ13体。これをね、やってみたいなと思います。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ早速、廃課金やっていきましょう。とりあえずですね、11,800円の、14,000円目手に入るやつですね。はい、このジェムのやつですね、もう購入しておりまして。で、さらにですね、今回はですね、こちらの見て、パック。このね、パック見てよ、すごくない？壁リング160個のルーンが2個ずつ手に入って、11,800円のやつ。これね、しかも2回購入できるんですよ。なのでね、今からこのね、アップデートパック2つと、さらに、エリクサーヒーローパックですね。これも1回までかな。1回までですね、購入できるので、そうですね、今日の動画だけで41,400円、使います。はい。なのでね、今からこちらのパックの方、購入していきます。はい、購入いたしました。パック1つ目ですね。ちょっと見ていきましょう。はい、見て、ルーンが、自分もすでに1個ずつ持ってたんですが、はい、3つずつ、なっております。で、壁リングもね、165個っていう、もう収容量オーバーすぎるっていう感じなんですけども。さあ、続いて2つ目もね、購入していきましょう。はい。じゃあね、購入手続き完了したので、これで、はい、来ましたね。アップデートパックを購入しましたっていうことなんで、はい、見て。はい、見てるんか。5個ずつで、合計15個の壁リング325個。以前ですね、160個壁リング使ってみたっていう動画ね、出したんですが、それよりもさらに上回りましたからね。またね、壁リングの動画ね、後日出すとしまして、じゃあ続いてはですね、エリクサヒーローパック購入しようと思ったら、うん？タウンホール12パックっていうのも出てる。ちょっと待って。これも買わなきゃいけないやつじゃん。はい。じゃあね、追加の2400円分のね、カードね、購入してきたんで、早速タウンホール12パックの方で、ね、購入していきます。はい、購入手続き完了しまして、さあ、どう？手に入った？入る？あ、ちょっと待って、あれ？ゲームも出てないな。ゲームも出てないけど、ああ、来た。はい、来た、見た。みんな見て、めっちゃ入って、はい、収容量。完全、オーバーしております。もう、ダクエが37万5千ってえぐいな。えぐいっすけれども。じゃあ、ラストに6千円。これをね、払って、エリクサーヒーローパック購入していきましょう。エリクサーヒーローパックね、購入しましたんで、はい、もうスーパーセルの財布だわ、俺。あ、来た。これ、ちなみにあれだよ。パック購入する動画じゃないですよ。ライトニングドラゴンラッシュをね、やるための動画なんで、早く見たい人はね、飛ばしてください。はい、じゃあね、見てみんな。エリクサーがえげつないことになってますよ。これ、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、4300万エリクサーもありますからね。なのでね、今からね、じゃあ、キャンプとかね、ああ、そうだ、ラボだ。あれですね、ラボで、ラボ上げていきましょう。ラボをね、しっかりとね、上げていって、からの建物の本で、はい、はい、あっという間に、見て、ラボ、レベル10になりました。かっけえ。研究感が半端ない。で、あ、もうこれボルトなんだ。でっかいボルトになってますね。なのでね、今からですね、はい、見ましょう。行きましょう。ライトニングドラゴン、
レベル2に着工。そして俺で戦いの本ね、今ね18個ぐらいあるんですよ。あの以前のパック購入動画で戦いの本ね18個ぐらいあるんでね、これをねガンガン使っていきます。いきますよ。じゃあライトニングドラゴンレベル2いらっしゃい、ありがとうございます。じゃあね、続いてレベル3にしていきましょう。レベル3にするのに、あ、すごい。1100万エリクサーもかかんの。これやば、パック購入してなかった、本当にやばかったですね。じゃあ行きますよ。レベル3ライトニングドラゴン、いらっしゃい。んー、ポチッとな、オッケー。はい、無事にねライトニングドラゴンレベル3になりましたので、残りが1500万エリクサーあるんで、じゃあキャンプ塗っていきましょう。キャンプ塗っていくじゃない、キャンプ上げていきましょう。はい、行きましょうよ。アーミーキャンプマックスにするのに2週間かかるんですね。で、費用は900万エリクサーと。なるほど。では、行きます。決心のきっかけはリクスではないんです。行きましょう。で、からの建物の本で、つっけい、オッケー。じゃあね、これね、エリクサーのルーン使っていくんですけど、ちょっとね、すっからかんの状態じゃないと、使わないともったいないんで、じゃあね、これね、これはね、足りない分はエメポチしていきます。989M なんだ。なんか安く感じますね。もう感覚バグってますんで。はい。着工していって、はい、建物の方もね、俺ね、この間のパックの動画でね、めっちゃ持ってるんで、16個まだありますね。16個もあんのかよ。はい、行きましょう。さあ、これキャンプ2つですね、使っていきました。で、からですね、じゃあ、エリクサーのルーン、使っていって、満杯にしてて、はい、パンパンに溜まっていきました。パンパンに溜まっていって、からのアーミーキャンプ。さあ、一瞬にしてどんどん、どんどん、どんどんよ、キャンプとか上げていきます。行きましょう。これは、エリクサータンク。オッケーオッケーオッケー。900万エリクサーで上がるんで。じゃあ行きましょう。はい。着工していってからの。はい。アーミーキャンプ全部。はい。レベルマックスにいたしました。よいしょー。じゃあね、あとはね、あ、クラン城だ。クラン城もね、ちょっと上げないとやっぱね、強い施設なんで。使用施設なので、クラン城もね、上げていきましょう。1200万ゴールド。使っていって、はい。金庫とかね、これエリター上げてないとね、これ上げれなかったんですが、収容量超えてたんで上げることができました。で、いやいや、おいおい、アイコン多い。見てこのアイコンの量。いや、これ間違って押しちゃいそう。間違って押しちゃいそうだけど、じゃあね、建物の本を使っていって、はい、クラン城レベルマックスにしていきました。いやー。あ、じゃあ竹入りとかもね、ちょっと余っててもったいないんで、どうしようかな。俺、ボーラーネクロよくやるんで、ちょっと、じゃあボーラーとかやっときますか。ボーラー、ポチっといて。はい、ポチっといて、もうレベル4ゲットした。じゃあね、早速なんですけども、今回ですね、レベルマックスのですね、あ、クローン。クローン上げてなかった。これ、じゃあまあ、クローンレベル、これから、ね、ネタでいろいろやると思うんで、じゃあね、結構ね、早う、クローンも、のレベルも上げなかったんか、残念っていうね、人ね、出てくるかもしんないんで、じゃあ見て。はい。クローンもレベルマックスにいたしました。よいしょじゃあね、あ、てか、エリクサーゼロやん。嘘でしょ、エリクサーゼロになった。じゃあね、今からね、ライトニングドラゴンラッシュやっていきます。あ、まだキャンプ1個。あれですね。完成してなかったね。これもね、建物の方をね、使っていって、はい。280枠になりましたんでね。じゃあね、ライトニングドラゴンラッシュね、やっていきましょう。はい。じゃあね、編成はこんな形でございます。ちょっとね、援軍のね、ライトニングドラゴンレベル2なんですけれども、果たして、どれぐらい強いのかね、検索していきましょう。いやー、楽しみですね。ちょっとエリクサーの量がね、やばいことになってんで、なるべくエリクサーが多いところ、ここね、行きましょう。はい、来た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 。見て、結構溜め込んでいて、で、放置もしているので、じゃあ、ちょっとここ、行きましょう。どっから行こうかな。とりあえず、これね、あー、突破兵器。突破兵器あれだな。なんか、せっかくだから、まあ、突破兵器とかも使いつつ、で、まあ、縦にしながら進行していくみたいな。そんな感じで行きましょう。で、中にはね、ライトニングドラゴンとバルーン入っているんですけども、さあ、果たしてどれぐらい強いのか。見て、これ突破兵器がどんどんタウンホールに向かって進んでますね。で、いいよいいよ。これね、体力も高いんで、ちょっとしたゴーレム的な使い方もできるんですよね。で、インフィオタワーと対空砲ね、壊してってもらったんで、じゃあね、こっからね、お、すっげー進行すんじゃん、こいつ。待って、インフィオとかも突破したんじゃない？あ、突破した、来た来た来た。できた。はい、みんな見て、ライトニングドラゴン。来た、かっこいい。
いいよいいよ。いや、ちょっと待って。あ、待って、なんかゲーム音が聞いてる。ゲーム音せっかく。大事な場面で。ちょっとゲーム音聞いちゃって申し訳ないです。ただ、ここで死んで、と、あ、いった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 。はい、ダメージも入って。で、こっからクローク。クローク使っていって。いいよいいよいいよ。だいぶ削ってる。で、だいぶ削ってもらったんで、エアスイとかの向きを見て、じゃあ、もうこっからよ。こっぽーん、ぽーん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 つって、もう一気に、一気に出しちゃって。はい。で、もうバルーンとかも適当に入れちゃって。で、からのレイジ。レイジ一気に進行してってもらいましょう。で、火力がやばい。火力がすごいぞ。かっけえ。で、クローンとか使っ、クローン使っちゃおう。で、一体増やそう。で、さらに、で、もう一回ね、使ってて、はい、もう3発使っちゃって、はい、ライトニングドラゴン。12体か。さっき援軍で使っちゃったんで。で、ここでレイジ使ってみましょう。で、一旦ピキン。一旦ピキンで、どう？アチャクイとかも倒す？さあ、うわうわ、見て！見て！チェーンライトニングで、アチャクイも処理していった。かっけえ、マジ。すごくない？で、見て。すごい。クローンのライトニングドラゴン。すごい。もう消えちゃう？消えるときどうなんの、こいつ。消えるときは？あ、普通に消えるときは消えるんだ。別に死ぬってわけじゃないんで、ライトニングが打たないっぽいっすね。で、ここからさらに進行していって、うわうわ強い。いや、興奮しますね、やっぱり新ユニット使うの。ちょっとね、ただ残念なのが、ちょっとね、自分の、クラクラバグって、ライトニングドラゴンの攻撃音がないっていうのが、すごい、めっちゃ課金したのに、ゲーム音がないっていう惨事になってる。ひどい。ちょっと、これはね、もう前回待ったなしなのでね。じゃあね、2回目、3回目でね。ちょっとね、これ1回アプリ落とせば、またね、戻るはずなので、ちょっとね、戻して、で、またね、2回目、3回目と攻めていきたいなと思います。よーし、これで全開で。よかった。エリクサーもなかったんで。はい。いや、オーバーキル、オーバーキル。これはさすがにオーバーキルだって。はい。それじゃあね、2回目行ってみましょう。じゃあね、さっきとね、攻め方ちょっと変えていきましょうか。なんかこう、ヒーローとかでサイドカットを行っていきながら、で、中心部分に、ライトニングドラゴンたちをね、流し込むみたいな、そういう感じでやってみたいなと思いますんで。じゃあ行きましょう。こっからね、まあ、サイドカット簡単にする程度で、ヒーローたちは。で、こっから、はい、突破兵器を出していって、で、ここがビャーつって、出していきましょう。で、そうだな。あとは、まあ、ここら辺で、バーンとか適当に積んどいて、じゃあ行きますよ。さあ、ここから、デイジョ一気にふんだんに使っていって、カノ、いけいけいけ、3発、ライトニングドラゴン、使っていって、いけいけいけ、いいよいいよいいよ、めっちゃ壊せ、めっちゃ壊せ。で、ここでピキン、ピキンを使っていって、無敵状態にしていってさ、一気にこれ、いけるんじゃないか、前回。あ、でも結構きついな。で、突破兵器まだいるの？突破兵器まだいるの？突破兵器どうなってるこれ、タウンホール壊したよ。え、タウンホール壊したけど、あれ？タウンホール壊して、やっと出てきた。で、さあ、バルーン追加で入りまーす。で、いいよ、いいよ、強い強い強い。真空えぐくない？めっちゃ強い。まだ対空も残ってるけど、どう？うわーはーはーつって。うわーつってライトニング落として、うわーって言ってるよ。で、うわ、すごい。レイジとか2発しか積んでなかったのに、13体いるから、あっという間に、施設結構残ってるって、やべえなって思ったんですよ、この段階で。もう呪文とか全部使っちゃったんで。ただ、数で、さらに、チェーンライトニングで、がっつり施設壊してったんで、やばいな。これ普通に、ライトニングラッシュクローン、ライトニングドラゴンラッシュ、ライトニングドラゴンクラッシュ、ライトニングドラゴン、ちょ、言えなくなって、ライトニングドラゴンラッシュクローンとか、強いんじゃないですか。はい。じゃあ、続いてはですね、援軍にラバルもらって、で、ラバにターゲット取ってる間に、こう、ライトニングドラゴン、ラッシュ、クローンやったら、めちゃくちゃ強いんじゃねえかなと思ったんで、今回は援軍にラバハンドをもらってね、最後攻めてみます。はい。じゃあね、最後、ここ、タウンホール11のね、ちゃんと施設もカーンストぐらいですかね。あ、対空砲がまだ工事中なんですけども、ここちょっと行ってみましょう。じゃあね、対空砲ね、これね、2本しか起動してないんで、とりあえずじゃあここに、ババキンとアチャクイで、対空砲1本折っていきましょう。で、あーしまった、突破兵器普通の、援軍にするの忘れてた。まあ、いっか。まあ、いいや。まあ、いいや、ここら辺はね、サイドカット的なね、感じのノリでやっていきつつの、で、アチャクイで対空砲1本折っていきますよね。で、そしたらね、タウンホールこっち側あるんで、なんかターゲ取り用な感じで、はい、突破兵器に出していって、よし。で、バルーン出てるんだ。バルーン出てるのか。なるほどね。わかった。じゃあ、ここら辺からね、一気に出していってからの、オーデン、出していきましょう。で、そうだね。一旦ここで、レイジをかけていって、で、クローン、
一旦打っていきましょう。で、ばらけちゃったりしたらまたね、中心部分とかで使っていきましょう。はい、二発目のクローンで。さあ、いけ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、めっちゃ奥まで壊したん、今。すげえ奥まで壊すじゃん。で、ね、そうだな。あとは、ここら辺ですね。シングル IT とかになると思うんで。で、突破兵器とかのラバーハンドどうなった？ラバーハンドとかどうなってる今。ちょ待って。ちょ、変なとこに。ちょ、寄っちゃってる。真ん中に寄っちゃってる。頼む、シングルインベを追ってほしい。シングルインベおらないな。待て。まあいいや、こっち方向のライトドラゴンたちか、タウンホールとかにダメージを地味に与えてってくれてるんで、いいよいいよいいよ。悪くない。で、待て。あ、ちょっと一旦ちょっと、インベを追って降りたい。インベをライトニングで、タウンホールを落とした。オッケー、落とした。じゃあ、あとは、ここにバルーン出してって、リチェーンライトニングとかの効果で、一気にインベとかにもダメージ与えない。無理。いいよ、いけ。で、よしで、イーグルにもダメージを与えていった。オッケー、強い。今見た、イーグルとかまで、テスラとかまで届いたよ。で、そして最後、やっぱり対空砲2本工事中だからっていうのもあるから、だから前回取れたっていうのもあるけど、まあそういう細かいとこはね、気にすんな。さあ、よし。で、最後アーチャータワーを壊してって、強い。マルチで今、あのね、今イベントでさ、ユニットのあれさ、コストさ、半額になってんじゃん。それも相まってよ。こういうがっつりとした村でさえも、全開取れちゃうっていう。まあ、クローン、3発もいらないな。もう普通に呪文に、レイジとか、ヒーリングにね、やった方がね、絶対強いとは思います。はい。ということで、今回はライトニングドラゴン、ハイ課金でレベルマックスにして、で、さらにクローンをかけて、ライトニングドラゴンラッシュ13体やってみたっていう動画、お送りしていきました。いや、本当にね、やっぱりレベル3になると、火力がバカ高いんで、ちょっとね、今度ね、クラン対戦にも参加してみて、ライトニングドラゴン、クラン戦で使うね、あの動画とかも出してみようかなって思いました。で、これからもね、毎日ね、クラクラ動画載せていきますし、で、ね、タウンホール12のね、新しいね、情報とかっていうかね、いろんなね、ユニットとかですね、使ってみる動画とか、あとはね、突破兵器とかタウンホール10、11でももらえるので、それを使った前回動画も載せていきますし、あとは、新レベルのユニット使ったタウンホール8以下の動画とかもね、撮ろうかなって思っておりますので、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。